首の一つも上げることなく逃げ帰ったか。ホトトギス、所詮帝ごときに泳がされし者よ。もうよいよ。どこへなりと行き、のたれ死ね。 貴様ごときを飼い続けたようが浅はかであったわ。どうかお待ちを、お許しを。信長様、信長様。 これでいいじゃないか。私は解放されたんだ。もうかつての光景に苛まれることもない。私はもう一度強くなれるんだ。参ります。 主様不在の尼子には将軍家への御恩がある。そして今
僕がそれに報いるとき。俺は不信者って、あれだ、勝家さんですか。一体何があったんですか。魔王様からのお言葉とか。魔王、モニアガ様、私は負けてなどいない。そんな過去など存在しない。今だけは人間に引き込まれる。骨があるから、その調子でたぎるがいい。者ども、ここで力を示すが誠の中心ぞ。この人の影やら。僕はまだまだ半人前ってことがよーくわかったっす。かくなる上はおやっさん。さあ、燃やせよ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 。おやさん、オズの拝着。山中鹿之助、操作開始。乱心、乱心ですよ、おやさん。いけない、長政さんや奥様に合わせるわけには。そっか、あの方がここに。どんな皮肉なんだこれは。あら、侵入者みたいね。あれってもしかしてあなたが話していた男かしら。ああ、そのようだ。やけにでもなっているのか。まあどうでもよいことだ。我とて足利の兵ぞ、田舎武者に遅れなど取ろうものか。危なくなったら、おやさんだけでも逃げてくださいよ。Yeah.
見たか。私はこれほどまでに強い。忌まわしきかつてなど初めからなかったんだ。足利家の盾として倒れられる侍にとってこれ以上に誇れなし。やはり世でなければ止められぬか。長政、完璧なる男からご要望があったわ。あの者の技量、それを引き出すのよ。夫婦仲良くね。同志が撃たれただぞ。バカさん、あれは何者だ。アリジャの使いなのか。匂いがする。ここより先通すわけには参りませぬ。皆が守りたいのは足利将軍家の門であろう。それもまた欲の熱、望むままにいたせ。御意。ようやくお会いできました。あなたも長政様を殺しに来たの？闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ。最終正義、義元即断。口を挟むは悪である。お市様、ただあなた様をお慕いしておりました。だがもはやあなた様は私の妨げでしかない。そう、一応殺すのね。ええ、紳士奉ります。
私が王であるために。ここまでだ狼藉者め、潔く名を名乗るがよい。柴田勝家、いずれ信長様に勝ち王を名乗る者だ。我が妻を愛す手にかける、ふざけるな。この世で最も色濃き悪名、諸悪の根源か。それでいい、私はそうして、私は。そちらさんもようござんすね。絶対の甲斐となり果てるのだ。ああ消えた、愛が消えた。一位、お市様をかどわかせし悪鬼よ、今度こそこの儀式だけは遮らせない。過去も砕けた、愛も捨てた、あとはただ一つ、志を。ああ心差し、力で劣るならば地で勝れ、地でも劣るならば鉄泊で勝れ。人は娯楽のおつもりでも、我らは命がけよ。足利様のため敵の力を引き出す、それも我らがお役目。対しての思いか、そんなものありはしない。称えられればそれだけで。なんだ、お市様まで手にかけたというの。志なんてかけらも手に入らないじゃないか。さらばだ友よ、異なるどこかにてまた会おう。
飛躍をと恐れるならば遅すぎた。あなたにはもはや逃げ場も先もない。巡りの今に何を願えというのだ。あなたもまた。わらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしいよ。わらわの身内が世話になったみたいね。ああ安心なさい、仇討ちなんて柄じゃないもの。言葉の一つくらいは返しなさいな、味気ない男。あなたは義時にとって思い出深い男みたいね。何があったのか語ってみるのも良いのではなくて。そう、だんまりね。本当につまらない男。あなたが位置を得ていれば何か変わったのかしら。まあどうでもいいことね。すでに長政もいないのだし。お市素直に盛るのね。少しは我慢してみせて。夢の浮き橋も渡る、この私。全てを捨て、また得ようとしても叶わない。帝よ、私は次に何をかければいいのだ。いつか俺もあの方に旋盤を回してもらえるか。違う、違うぞ、はじめの友よ。その方に求めたのはそんな顔ではなかったのだ。ルールは野球
若き息吹を、運命を、明日を作れ。私にそれができるというのか。覚えているか、友よ。この方に兵を貸し与えたあの日のこと。素晴らしい。かねてより世は限りなき天下を嘆いている。そんな中、野心にたぎるその方は別格と思えた。人に機会を与え、熱をはらみゆく糧とする。そう、その方こそ世に道楽を教えたのだ。私は。そちらさんもようござんすね。ここまで来たからには告げるべきことの葉もあろう。さあ、存分に語ってくれ。世が聞き入れようではないか。あなたが、あなたさえいなければ、返してくれ、お市様を、進化の座を、織田の日々を。多く限りし初めの友よ、その方に回せる番はない。ああ、私はすでに終わっている。ならばせめてもう一つ戦闘の終わりを。その方をここから下ろす。それが道元たる世の役目でもあろう。長かった。本当にヘドが出るほどに長い夜だった。いいな。これはいい。その目に灯す光、生と死、それ以外がここにある。これでようやく。崩れれる以外の何かをその方には期待したのだがな。新たな世、異なる道にて生きるがよい。さらばだ、烈火のごとき始まりのほてりよ。
乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。いつこのような才を手に入れたのだろう。覚えがない。だが捨ててはいけない気がする。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。